こんにちは、まちとりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、板橋区役所前、都営地下鉄の三田線の、板橋区役所前の駅、地下にね駅があるんで、その地上に出てきたところですね。で、入り口 A3 なんですかね。で、今日はですね、ここからですね、大山商店街っていうんですかね、結構ね、大きな、アーケード商店街があるというので、そこを歩いてみようと思って来ました。日付はですね、2021年、9月11日の土曜日ですね。ではね、歩き始めたいと思います。こっちじゃなくて、この、ここはまあ駅前なんですけども、商店はその何道路沿いなんですかね、大きな国道になるんですかね、国道17号線中山道ですね、その道沿いにはあるんですけど、ここをですね、どっちかな、ちょっと戻る感じになっちゃいましたね。で、このさっきね、この出入り口、 A3 出口から出入り口から出てきたんですけども、これが板橋区役所ですね。板橋区の木は欅、これが欅なんですね。で、これは平和記念像という感じで、ちょっとね、この道を渡っていきたいと思います。都内に住んでてもですね、板橋区ってちょっと用事がなければ来ないような感じですね。でもなんかこんな感じでこう比較的こう下町感というか、そういうのが残ってる町のイメージですよね。で、この細い道をですね、まっすぐ行くと多分ね、商店街のね橋の方に出れるんじゃないかなと思います。この道はもともとなんか
雰囲気的にはもともと川だったのかなっていう、この緩やかに蛇行してる感じが、暗渠っていうんですかね、なんかそんな感じの曲がり具合ですよね。もう少し行くとね、商店街っぽい通りに出るんだと思うんですけど、この道ですね。この T 字路になってる道が、その感じから言ってもそうですよね。で、ここから始まるんですね。この辺はユーザー大山ってですね。肉屋さんがあったりとか、蕎麦と酒の散歩道っていう蕎麦屋さんですね。新しく民の選んだタコライス510円、安いですね。お弁当屋さんがあったりとか、ユーザー大山商店街ってですね。わ、居酒屋さんですけど、油そばを始めました。くれて、なんかスーパーどっかで見たことがある気がするんですけど、都内とかで何店舗かあるんですかね。ちょっとね、どこで見たかまでは覚えてないんですけども、共産党の党事務所っていうんですかね、支部って言うんですかね、結構商店があるけどね、ああいうこう共産党の事務所に出会うことがあるんですけど、和菓子屋さんと果物屋さんですね。ここは黒胡椒船
潮の地、せんべい屋さん、なんとか本舗、なんていうんですかね。なんか弥生家もあったりして、これは板橋区立文化会館なんですね。申し物とかは今やってないんですかね。あ、でもどうなんですかね。タピオカ屋さんなんですか。タピオカドリンク屋さんですかね。パウがあったり、いきなりステーキがあったり、松屋もありますね。で、丸亀製麺があって、そっち行くからサボテン、で、工事コーナーがあって、仕事をしまってて、店屋もありますね。めっちゃ食べ物屋さんいろいろあるんですね。工事コーナーがあって、でこれは東部ですね。でこっから。アーケードが始まる感じですね。で、こっちにもアーケードあるんですけど、まっすぐね、こっち行ってみたいと思います。人口が上がって、ハッピーロード大山商店街ってやつね。アーケードのところから別の商店街の感じなんですね。ここ
かイタリアントマトがあったり、イタリアントマトって懐かしいですよね。スシローのお持ち帰り専門店もありますね。あとなんか取れたてブラ、商店街全然シャッター街とは程遠い。ちゃんと活気のある商店街ですね。そばを持つ、もつ焼き鳥、もつ焼き鳥、結構人が表に並んでますね。ここはきしめん屋さん、今準備中ですけど、天ぷらそば430円、安いですね。再開発ですかね。両側が工事してますね。こっちもですね。ちゃんとクロスポイント、大山町クロスポイント、再開発事業なんですね。ここにあったお店は結構いろんなところに移転してるみたいですね。なんか結構高い建物が建つみたいですね。ああ、これだけ便利だったら マンションとか建てても売れ残るってことはなさそうですよね。やっぱりこう、まあ若い時はね別ですけど、ちょっとね年を取るとやっぱりマンションすぐ降りてこう買い物がいろいろできるっていうところは便利でいいですよね。このハッピーロード大山っていう商店街は
かなり前にね目をつけてたんですけど、なかなかねちょっと来る機会というか、どこかに行くねついでっていう感じではやっぱりないんで、それでなかなか来れなかったんですけど、やっぱちゃんと活気があっていい商店街でした。ではね、そろそろね撮影を終えようかなと思うんですけども、このマンションですね、パークハウス、パークハウスって三菱地所なんですね。こんな感じでね、今工事の車が行ってますけど、ハッピーコロード大山の、これは西になるんですかね、西側のですね、出入り口になります。ではね、この辺で撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいねをしていただけると嬉しいです。ではありがとうございました。